みなさん、こんにちは。京都大学原子炉実験所の小木出弘明と申しますえ。今日は福島第一原子力発電所の事故について、 お集ままりりっていいるよううでありがとうございます、えー、その事故について私が考えていることをいくつかお聞きいただくことにします日本というこの国には原子力発電所が2011年3月11日の時点で54基ありました一番初めの原子力発電所は1966年にイギリスから導入された東海1号機 したその次に70年に鶴が美浜と導入されましてその次に導入されたのが福島第一原子力発電所ででししたた米国のの GE から導入したものですほぼ40年動いた時に2011年3月11日に大きな地震とそして津波に襲われました。 原子力発電所というものはもともとはウランを核分裂させて出てくるエネルギーで電気を起こすというそういう道具ですがウランを核分裂させてしまいますと原子炉の炉心の中に次々と核分裂性生物が蓄積ししててきまてまいますその核分裂性生物は放射性物質であるがゆえに自ら発熱するという基本的な性質を 持っています3月11日に津波と地震に襲われた福島第一原子力発電所は自分で発電する能力を失いましたし外部から電気を受けるという能力もその時に失ってしまいましたそして非常用として用意していたディーゼル発電機それも津波で流されてしまって発電所内で一切の 電気機が使えなくなるという状態に追い込まれてしまいました。しかし、放,放射性物質炉心の中に溜まっている放射性物質そのものは。熱を出し続けるわけで、それが冷却できなければ炉心が溶けてしまうということは。原子力発電所の本質的な宿命でした。炉心を冷やすためには、冷却水を流さなければいけませんが。 冷却水を流すためにはポンプが必要ですポンプを動かすためには電気が必要ですしかし一切の電気が奪われてしまったということでポンプは動きませんでしたし炉心を冷やすための水を送ることもできませんでしたその日福島第一原子力発電所の中にあった合計六基の原子炉のうち一号機から三号機は運転中でした 猛烈な発熱をしている時に地震と津波に襲われてしまってウランの核分裂反応自身は止めたものの放射性物質それ,がそれ自体が出す熱私たちが崩壊熱と呼んでいる熱を止めることができなかったがために1号機から3号機の原子炉は全て溶け落ちてしまうということになりました。皆さん、想像していいたただきたいのですが、 原子炉の炉心といいう部分はでででききています。す。ウランを焼き固めた瀬戸物です皆さんが家庭でお使いになっている茶碗とかお皿そういうものと同じようなものですがそれが熱くなって溶けてしまったと言っているのです。お皿や茶碗を溶かすということ通常の皆さんはできないでしょうし想像することも難しいと思います。 ウランで作った瀬戸物は二千八百度を超えないと溶けない。のですが、それが溶けてしまうということになりました。おまけに。原子炉の炉心の中には。およそ百トンもの。ウランを焼き固めた瀬戸物が。入っていて。それが溶けてしまった。のです。炉心を入れている部分は。原子炉圧力容器と私たちが呼ぶ。鋼鉄製の圧力釜ですが。鋼鉄は千四百度。 あるいいは 1, 度になれば溶けてしまいますその圧力釜の底に,に2,800度を超えたウランの瀬戸物が落ちてくるということになりまして簡単に圧力容器の底も抜けてしまいました。溶け落ちた炉心はさらに原子炉格納容器と私たちが呼ぶ放射能を閉じ込める最後の防壁である容器の床に落ちました。 しかし格納容器もどこかの場所で次々と壊れていくということになりまして放射能のを閉じ込める防壁を失って放射能が環境にに吹き出ししてくるとということになりました。同時に炉心が溶け落ちる時に発生した水素が原子炉建屋の中で爆発を起こしまして建屋そのものを吹き飛ばしてしまうということに 1>, なりました1号機から3号機まで合わせれば広島の原爆がまき散らした放射性物質そのうちで私が一番危険だと思っているのはセシウム137と呼ぶ放射性物質がそれを尺度にして測ると広島原爆がまき散らしたセシウム137の168発分をすでに大気中に放出してしまったと。 日本国政府が国際的な原子力推進組織である IAEA に対して報告しています私自身はおそらくそれは過小評価でそれの2倍か3倍つまり広島原爆がまき散らしたセシウム137の400発あるいは500発分がすでに大気中にまき散らされたと思っていますそれと同時に、 水に溶けた放射性物質が地下に流れていって海に流出するということも起きていておそらく大気中に放出された放射性物質とほとんど同量のものがすでに海に流れていると思いますこの会場にいらっしゃる皆さんもお分かりいただけると思いますが日本という国は北半球温帯という地域に属しています。 その地域では、偏西風という風が吹いていて、基本的には風は西から東へ流れています。福島第一原子力発電所は、日本の東北地方の太平洋岸に立っていて、東側はすべて海です。太平洋でした。西風が吹いているのであれば、福島第一原子力発電所から放出された放射性物質のほとんどは、 東側、つまり太平洋に向かって流れていくということになりましたしかし風ですので時には東風の時もありましたし南風北風の時もありましたそれによって日本の東北地方と関東地方が猛烈な放射能の汚染地帯に巻き込まれることになりました今現在福島第一原子力発電所の周辺約1,000平方キロメートル の範囲の人々が日本国政府によって強制避難させられています10万人を超える人々が故郷、家仲間を失って流浪化しているという状態ですそしてもし日本という国の法律をきちっと守ろうとするのであれば1平方メートルあたり4万ベクレルを超えるような汚染地帯は 放射線管理区域にしなければいけないのですが、その面積は2万平方キロメートルにも及んでいて、東北地方、関東地方の広大な地域を無人にしなければいけないというほどの汚染を受けてしまっています。その現実を見て、日本の政府は、到底その汚染地帯にいる人々を助けることはできないと判断しまして、汚染地帯に人々を見捨てると いいうことにしてしまいましてままた今現在もほとんど多分1,000万人にも及ぶ人たちが本当であれば放射線の管理区域にしなければいけない地域に取り残されて日々被曝をしているという事態が進行していますではこれでもう福島の事故は終わったのかといえば実はそうではありません。 2011年3月11日に運転が停止中だった4号機という原子炉が123号機のすぐ隣にあったのですがそこもまた3月15日に原子炉建屋で爆発が起こりました運転が停止中でしたので原子炉の炉心にあった燃料も全て原子炉建屋の中にある使用済み燃料プールの中に移されていました。 炉心にある燃料集合体の数は548体ですが使用済み燃料プールの中には1,331体つまり原子炉の炉心の中に本来あるべきであった燃料の2.5倍分もの使用済みになったつまりもう核分裂性生成物だらけになった使用済みの燃料というのがプールの底に沈んでいるという状態で現在がある。 のです、えー。おそらくその使用済み。燃料プールの底に沈んでいる。燃料の中には広島原爆に換算すれば1万発分を超えるセシウム137が含まれていると私は思います。えー、爆発で壊れてしまった。原子炉建屋が今でもむき出しで環境の中にあるわけですが、福島第一原子力発電所の周辺では毎日のように余震が。 起きています次に大きな余震が起きて原子炉建屋がさらに破壊を受ける使用済みの燃料プールが崩れ落ちるというようなことになればその底に沈んでいる使用済み燃料を冷やすことができなくなりますのでこれまでよりももっと多い放射性物質が環境に噴き出してきてしまうのではないかと私は危惧しています。 東京電力ももちろんその危険を承知していて、一刻も早く使用済み燃料プールの底から使用済み燃料を取り出して、少しでも安全な場所に移そうとして、今現在も作業を続けていますが、使用済み燃料の取り出しが開始できるようになるまでに、まだ何ヶ月もかかってしまう、今年の末まではかかるだろうというのが東京電力の見通しです。 それまでに地震が起きないことを私は願いますし、仮に地震が起きないで作業が始められたとしても、千三百三十一台の使用済み燃料を本当にすべて安全な状態で取り出せるかどうか大変な仕事だと思います。たくさんの労働者がまたそれによって被爆していってしまうと思います。原子力というものを日本というこの国も選択してしまった。 わけですがその選択が猛烈な重荷を今この国に乗せているわけですしそのことによって原子力発電所の立地点の周辺の人々が猛烈な苦しみの底に今突き落とされそして事故を収束させるためにたくさんの労働者たちが苦闘を続けているという状態になってしまっています。 でも残念ながら私には時間を逆に戻すことができませんこの汚れた世界の中で生きるしかないという状態にあります一刻も早く事故を収束させそして今現在も被爆している人々特に子どもたちの被爆を少しでも減らすために私のできることをしたいと私は思っていますただこの日本という国ではこれまで長い間 原子力発電を選択してここまで来てしまったわけですしいまだに政治の場にいる人たちそして経済の場にいる人たちは原子力発電をやめてしままえば日本の国が成り立たなないいいととううようなことを主張していますしてすかし日本国政府のデータそのものを見ても日本が即刻原子力発電所を全廃したところで電気の供給に何の支障もないことが 一刻も早く原子力発電所を日本から全廃したいと私は思いますし政治の場にいる人経済の場にいる人日本を引っ張ってきた人たちには原子力というものの破壊的な性格というものをどうしても学んでほしいと思いますしそちらの方にかじを切るということをやってほしいと思います。 同時にこの場に集まってくださっている世界中の皆さんも、それぞれの国でそれぞれの課題を抱えていると思います。これ以上の悲劇が起きないように、皆さんのお力を貸していただければありがたいと思います。ありがとうございました